はい。今日の一問一答ですね。福祉サービス分野。地域密着型サービスという単元になります。次の記述は正しいか誤,誤りか答えよ問題。小規模多機能型居宅介護の登録者に対しては、当該事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画の作成を行う。小規模多機能型居宅介護の登録者に対しては、当該事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画の作成を行う。 というふうにありますが、これはその通りで丸になります。小規模多機能を利用している方の居宅サービス計画っていうのは、この小規模多機能の中のケアマネさんが計画を作成するというふうになっているわけですね。この居宅サービス計画と小規模多機能型居宅介護計画の両方を小規模多機能のケアマネさんが立てるというふうになっております。で、小規模多機能っていうのはどんなサービスかと言ったら、まあ名前の通りで小規模で多機能ということですね。 まあ、小規模ですので、まあ、制限があるということですね。登録定員に制限がある。で、これは29人以下ということになってます。登録定員は29人以下。で、どんなサービスを提供するかといったら、まあ、多機能ですので、一つや二つではないと、それ以上あるということですね。で、訪問サービスというものをまず提供します。訪問機能というのがあると。それから利用者さんに対して、通いサービスも提供する。通いという機能もあると。それから、ショートステイですね。宿泊サービスも提供するということで、まあ、宿泊機能もある。ということで、 まあメイン主要の3サービスであるところの訪問機能、通い機能、宿泊機能、これ全部持っているということですね。で、それだけじゃないんですね。まあ先ほど話した通り、ケアマネジメントというものも、この小規模多機能のケアマネさんがやるということで、まあ、29名以下の小規模の事業所になりますから、まあ、スタッフさんもそう多いというわけではありませんので、まあいつもの馴染みのスタッフさんが、ケアマネジメントから訪問、通い、泊まりという、 主要産サービスまで全部提供してくれるということで、まあ、柔軟性もありますし、えー、非常にいいということですね。関係性も深くなっていいという、まあそういうような人気のサービスということになるわけですね。で、これっていうのは、まあ訪問と通いというものを提供するというふうに言いましたけど、ここにも登録、あの、定員のですね、制限というものがありますので、まあそれも合わせて押さえておくといいかなというふうに思いますが、登録定員の制限は29人でしたよね。29人以下となっていると。 で、通いサービスに関して言うとマックス1 8ということになっています。最大で18人まで。で、宿泊サービスに関しては最大9人までとなっておりますので、登録定員は最大29人。そして通いサービスに関して言うと最大18人。そして宿泊サービスに関して言うと最大で9人と、こういうふうに違いがありますので、そこも合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、今日の問題ですが、小規模多機能型居宅介護の登録者に対しては、 当該事業所の介護支援専門員が居宅サービス計画の作成を行うというふうにありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。